演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら本日のチャレンジコーヒーが来ていましたね。あ、これも来てますよ。まずはサンドイッチから。やっぱりお肉お野菜美味しい、大事ですよね。最初に食べた抹茶アイスはやっぱり抹茶の味はすごく濃厚でとっても美味しかったです。そしてその後に食べたサンドイッチたち、なんかパンがふわっとしていて中の素材もシャキシャキでとっても美味しかったです。ただ一つだけアイスが来たのが危険でしたけど、最後に食べた卵サラダはとっても卵がボリューミーで食べ物があって美味しかったです。では続きましてはこちら、行ってみたいと思います。続いてはホットパン。リンゴすごい。ドーナツはもちもち、はい、リンゴは非常に大きくて、その噛んだ瞬間に甘っとサツワッと口の中に放置しました。気候は雨日にも程よくさっくりしていて美味しかったです。そして2つ目が紅茶のシブースの中にアップルパイと抹茶の大豆状のリンゴが入っていて、紅茶の香りが非常に良かったです。生地もふわふわですしね。そう、続くシナモンロールもふわふわした生地なんですけど、スタマやドトールのロールなどでもシナモンが弱めで、その分甘さとくるみの食感を全面に出したような感じでしたね。シナモンが脇役になっちゃってどうなんだろう。でも美味しかったありました。そして最後の大麦ドーナツは、なんかドーナツ自体にはほとんど甘さがなく、外側の砂糖だけで甘さを出していましたが、コーヒーによく合いそうでした。でも甘いドーナツは好きな人には合ってるのかな。では締めくくりはこちら、ガナオがフォーク使ってるプレゼンですよね。ではケーキいただきます。やっぱり最後はケーキですよね。さっぱりしていて甘い。ごちそうさまでした。で、最後に食べたケーキなんですけど、チョコレートケーキはとても濃厚で甘みがさがあって、上が甘くて下が苦い、なのでコーヒーを一応そこで飲むといい感じに使用されるかなと思いました。そして紅茶のシフォンケーキは生地がふわふわしていて、そこに乗っている紅茶クリームもこのように甘さで、これまたコーヒーがいいです。紅茶とコーヒー同時にやってどうなんだろうという気もしますけど、そしてチーズケーキ、ここのチーズケーキもスターバックスのものに分けず劣らず濃厚で、口の中がぬーっと口の中にチーズの旨味が広がってとっても美味しかったです。最後に食べたハニーヨーグルトは蜂蜜の程よいさっぱりとしたのとヨーグルトの酸味が口の中をすっきりさせてくれるので、明らかに食後向けですね。蜂蜜なくても美味しいかも。というわけで、タリーズコーヒーでいろいろ食べてみました。今回自分で食べて一番美味しかったのはチーズケーキですね。その濃厚さ、他のお店よりもさらに上を行っていたような気がしますので、で、2番目が最初に食べた抹茶アイス、あのアイスの濃厚さも、やっぱり言ってて濃厚な味にしか食べてないの味って思いたくなるような動画ですね。そして3つ目は卵サラダとサンド、あの卵のボリュームとマヨネーズのまろやかな風味がとっても良かったです。もちろん他の料理も美味しかったですよ。まあ、一つだけあいつがいたのが理由でしたけど、だからそれで価値が落ちるわけじゃないですけどね。タリーズもいろいろ食べてみたけど、これでレギュラーは全部かな、この店舗はなんですけどね。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。